ので、寒いでしっかりと上着とか着てですね、防寒していただければと思います。ここからですね、スーパーフォーミュラーの、レースクイーンですね、各チームのレースクイーンの皆様にご登場していただきます。レースクイーンステージをお届けしていきたいと思います。そしてまずですね、こちらのステージ前でご観覧いただいている皆様にお願いがございます。新型コロナウイルス感染防止対策として、周りの方とのディスタンス確保とマスクの着用をお願いいたします。また、ご観覧中の声出しはお控えいただき、出演者への応援やリアクションは皆様の温かい拍手でお願いします。まあ、カメラをね、結構ね、出てすぐに撮りたいかもしれませんが、やっぱレースピンの皆さん登場していただくときは、よかったら拍手とか送っていただけたら嬉しいかと思います。そしてですね、ちょっとだんだんですね、皆さん距離が近くなってきてしまっておりますので、前の方の方ですね、白いテープありますので、白いテープの上にですね、座っていただく形になりますと、いい感じにディスタンスが保てます。そして後ろの方の方ですね、ちょっとこう手の感覚、手を返そうですね、ありがとうございます。広げていただいて、ちょっとあまりこう近づかないように、お願いできればと思います。そしてもう一点、ステージ終了後にお客様からの出演者への接触、声かけ、握手、サインの依頼などもご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。それでは、レースクイーンの方ご準備の方はいかがでしょうか。大丈夫そうですか。あ、もう少し待ってくださいね楽しみ、今ワンちゃんかワンちゃんも楽しみにしてくださってるみたいです。準備ができたということですね。早速1組目のレースクイーンの登場です。まずは TCR ジャパン17号車19号車バースレーシングプロジェクト BRP を応援します。 BRP フェリーズのお二人です。どうぞ。皆さんこんにちは。 BRP フェリーズの青葉エリーです。同じく BRP フェアリーズの牛の宮里香です。私たちが応援しているのは TCR ジャパンに参戦しているバースレーシングプロジェクト17号車鈴木健二選手、19号車ヒロポン選手です。今年も2大体制で頑張ります。19号車のヒロポン選手は2020年シリーズで見事ブロンズクラスチャンピオン、今年ももちろんチャンピオンを目指します。皆さん、私たちと一緒にバースレーシングプロジェクトの応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。それではフォトセッションに入りたいと思います。フォトセッションスタートです。ということでトップバッターでしたけども、続々とですねレースクイーンの皆さんに登場していただきたいと思います。またねこうレースクイーンの皆さん登場されるとこうどんどんやっぱり距離が近くなってますので、こうディスタンスの方だけね、確保の方だけ皆様意識していただければと思います。それでは続いてのレースクイーンの方々です。スーパーフォーミュラー36号車37号車とマンテリンチームトースを応援します。トムスレディとマンテリンレースクイーンです。どうぞ。36号車、37号車、クオバンテリンチームトムスを応援してます。2021バンテリンレースクイーンの吉見彩です。バンテリンでおなじみクオ株式会社はプロ、アマチュア問わず様々なスポーツシーンをサポートしています。筋肉疲労にはバンテリン、皆様ぜひぜひお試しください。2021年トムスレディの近藤みやびです。36号車のドライバーは中島和樹選手、37号車のドライバーは宮田理智選手です。スーパーフォーミュラーも無事開幕戦を迎えることができました。
最後までチーム一丸となって頑張りますので、36号車、37号車、クオ・バンテリンチームトムスの応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、フォトセッションに入りたいと思います。スタートです。申し訳ございません。続きましてですね、スーパーフォーミュラ7号車8号車 KCMG を応援します。2021年 KCMG エンジェルスです。どうぞ。皆さんおはようございます。私2021年 KCMG エンジェルスです。私たちが応援するのはチーム KCMG です。7号車は小林香織選手に代わり小高和人選手がドライブします。18号車は国本裕二選手、監督はスーパー GT でもおなじみ松田次郎監督です。本戦は TCR ジャパンにも45号車ジャッコードリームドライブ with KCMG が参戦しています。ドライバーは時田直人選手です。そちらの応援もよろしくお願いいたします。 KC モーターグループは香港を拠点とし、アジア太平洋中地域を中心に新しいレーシングプロジェクトを支援展開しています。今年はスーパーフォーミュラの他にもニュルブルクリンク24時間レースにポルシェ1台で参戦します。ぜひ世界中で活躍している KC モーターグループの応援もよろしくお願いいたします。この後のスーパーフォーミュラ決勝では7号車が14番手スタート、18号車が12番手スタートです。TCR ジャパンサンデーシリーズの決勝では45号車は8番手スタートです。それでは私たちの紹介をします。2021年 KCMG エンジェルスのナッキーこと相川夏希です。ありがとうございます。皆さんも 私たちと一緒にチーム KCMG の応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではフォトセッションスタートです。私たちのスポンサーさんである伊藤忠 NX は
社会と暮らしのパートナーとして石油、電力、ガスに加え熱供給や再生可能エネルギーなど様々なエネルギーを様々なお客様にお届けするエネルギー総合商社です。モータースポーツに深く関わる石油事業ではエネフリをはじめとする全国約1700店舗の系列ガソリンスタンドを展開しており、またカーライフ事業にも取り組んでいます。カーライフ事業ではレンタカーや個人向けカーリース、カースタなどの店舗も伊藤忠エレクスグループが運営しております。地域の皆様に安心安全なカーライフと心をこもった心を届けています。そして電気事業では一般家庭向けのインパル電気をスタートさせました。インパル電気は伊藤忠エレクスグループがサポートする新電力サービスです。使用するエネルギーは 100% 再生可能エネルギーです。皆様もインパル電気と一緒に再生可能エネルギーを使ってみませんか。それでは私たちカーエネクスチームインパルの応援よろしくお願いします。せーの、伊藤忠、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは元選手を見たいと思います。スタートです。中のポーズね、止めてくださったんですね。ありがとうございます。さあ、それでは続いてのレスキューの皆さんにご登場いただきましょう。スーパーフォーミュラー14号車 NTT コミュニケーションズルーキーを応援します。ルーキープリティです。どうぞ。今井みどりです。同じくルーキープリティの野田桃香です。ルーキーレーシングはモータースポーツと車が大好きな人たちが始めたアットホームのチームです。モータースポーツを皆さんと一緒に盛り上げていきます。NTT コミュニケーションズルーキーのドライバーは大島和也選手、スポンサー様は NTT コミュニケーションズさんです。皆さん合言葉はジャモー、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。最後チャオって言ってるんですか。あ、ジャンボ、ジャンボって言ってるんですね、はい、ジャンボだそうです。それではフォトセッションに行きたいと思います。フォトセッションスタートです。続いてのレースクイーンの皆さん、お登場いきたいと思います。大丈夫ですかね。スーパーフォーミュラー19号車、20号車カーエネクスチームインパルを応援します。フォーミュラーレースクイーン2021の2人です。どうぞ。皆さん、おはようございます。フォーミュラーレースクイーン2021の宮瀬奈々美です。同じくモービルワンレースキー2021の地元舞子です。モービルワンはスーパーフォーミュラではカーエネクスチームインパル、19号車杉口優衣選手、20号車平川亮選手をサポートしています。
フォーミュラ1はどんなに過酷な状況下でもエンジンを保護し、優れたエンジンオイル性能が発揮できるように開発された独立した合成油です。サーキットに実際に走っているマシンにも市販されているフォーミュラ1が使われています。ぜひ皆様のお車でも体感してみてくださいね。エンジンオイルはモービル1。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ナナミンってなんかボードレッドそうなんです。ありがとうございます。今あの声が出せないから、ね、そう声が出せないからね、こういうボードとかでねあると嬉しいですよね。ありがとうございます。それではフォトセッション入りたいと思います。フォトセッションスタートです。出せない分ね、こういうボードとか、あとなんかあそこに横断ミニ横断幕みたいな旗持ってる方もいらっしゃいましたしね、いいですね。さあそれでは、あと最後の方ですね。はい、最後の一組ご登場いただきたいと思います。今日はスーパーフォーミュラレッツの方の倉庫があるみたいで、桃花さんはいらっしゃらないみたいですね。ちょっと楽しみにしてくださってた皆様申し訳ございません。それでは、スーパーフォーミュラ3号車4号車近藤レーシングを応援します。2021ラフィーネレディの皆さんです。どうぞ。エコゴールドを主力商品とした健康食品の通信販売を行っております。多くの方の役に立ちたい、喜んでもらいたいという思いで、常にお客様の声を大切に研究、開発、製品の提供を行っております。オリエンタルバイオ株式会社は今年で創立30周年を迎えます。今シーズンは2021ラフィーネレディとラフィーネミューズの6名体制で近藤レーシングを応援します。3号車のドライバーは 今シーズン5年目継続の山下健太選手と、4号車に中山雄一選手を迎え、チャンピオンを目指して戦います。先ほど私たちラフィーネミューズが演奏した曲はオリエンタルバイオの CM 楽曲に起用されていて、熱いレースバトルをイメージしたオーバーテイクという楽曲です。スーパーフォーミュラの番組内にてお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。音楽を通してモータースポーツを盛り上げます。皆さん、ラフィーネレディと一緒に近藤レーシングの応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。それではフォトセッションに行きたいと思います。フォトセッションスタートです。